はい、今日のロスジェネでございます。まあ40代50代、特に50代の半ばを過ぎて、ここから人生の大逆転を図ろうとした時にね、一生懸命働いてるのになかなか先が見えないとかね、40代半ば50代ぐらいにして肩叩きになってしまって、せっかく正社員として頑張ってきたのに退職せざるを得ないというね、世の中の不条理、まあこういうの様々感じると思いますけども、まあそもそもね、頑張る方向がまず最初に間違えていたっていうふうに気づく、認めるのも大事なんですよ。残念ながら正社員を長く続けていても、労働者を長く続けていても、その先に答えはないんですよね。成功やお金持ちの道はないんですよ。これは私たちはよくわかっていることだと思いますけども、じゃあ時給1000円のバイトをね、ずーっとしていてどうでしょうか。年収300万の仕事をしていて30年かけて1億円以上作れるでしょうか。もうやる前からわかってるわけですよね。ただ一時的に瞬間的に労働やバイトや正社員をする瞬間っていうのはあると思いますけども、そういうのはね、道具なんですよ。これからの人生を構築するための経験という道具に過ぎないんですよ。もちろん経験しなくてもいいです。じゃあロスジェネ世代、年齢を重ねてもできることは何なのか、逆転できる方法は何なのか。答えはですね、経営者になるか投資家になることなんですよ。労働者には限度があります。労働の現場では、ああちょっとね、年齢制限があるんだよって言われる現場はあります。なぜなら年齢を重ねて肉体労働ができる人とできない人がいるからなんですよね。もちろん同じ業界で肉体労働を10年20年30年と続けていたら、その仕事にある程度の年齢までいけるでしょう。でもいきなりね、重い資材を運んだりとか、肉体を1日10時間酷使したりみたいな現場に、今まで運動もしたことがないような40代50代ができるでしょうか。つまり年齢制限っていうのは、そういった能力の制限でもあるんですよ。言ってみれば、パソコンが苦手な人が IT 企業に入ろうとした時に、いやうちにはねスキルの制限があるんだよって言われるもんなんですよね。だから進みたい道にもし希望するんだったら、それなりの能力は必要になってきます。やっぱりスゴロクに参加しようと思っても、スゴロクのルールが分かってないとダメですよね。変な例えになりましたけども、ここでですね、毎日毎日お酒を瓶一本、焼酎を瓶一本飲んでいったらどうなるかってことを考えてみましょう。多分体を壊しますよね。だからこういうことなんですよ。続けていっても限度があるものは私たちは続けない方がいいんですよね。いろいろ申し上げましたけども、話を戻します。40代50代からいわゆるロスジェネ世代が一発逆転をしようと思うなら、一発で逆転はできませんけども、着実に力が積み上がっていって、年齢にかかわらず資産を構築する可能性が高いものは、経営者になるのか投資家になるか、この2つです。まあ経営者って言っても別に工場を経営しろってわけじゃないですよ。 YouTuber になるのも経営者の一つです。有益な動画を作っていって収益が上がる、そういった道もあるわけなんですよ。もちろんやる前から成功するイメージは書けないと思います。やっていくとだんだん見えてきます。というよりも、見えるほどやることで見えてくるんですよ。でも年収300万の仕事を運よくつけたとしても、何も待ってないと思いますよ。それこそその日暮らしと同じです。年収500万につけたとしても、40代50代からではやっぱり人生を取り返すことはできないと思うんですよ。だからといって無意味ではないですよ。その道に進むことによって広がってくるものあると思いますので、完全否定はしませんけども、もしその道を選べばの話です。その道に進みたいと希望する、もしくは希望してもその道に進ましてくれない何らかの原因があるときには、何の制限もない投資家になること、何の制限もない経営者になること、こちらの道の方がよほど現実味があるんじゃないかなと思います。今一度ですね、経営者になるためにはどうすればいいのか、投資家になるためにはどうすればいいのか、真剣に考えてみてはいかがでしょうか。私は思うんですけども、10年かければプロになれるんじゃないかなと思うんですよ、どんなこともね。ただ体を使うこととか時間を使うことは10年かけてもプロにはなれません。これからプロボクサーになろうとかね、オリンピックの選手になろうと思ってもとても無理でしょう。それは10年かけても無理なことなんですよ。もう旬が過ぎちゃったんで。でも投資家や経営者ってのは、まさにこれから50代60代、なんだったら70代が旬ですからね。大いに勝負できるんじゃないですか。行ってみましょう。